パラマッチ TV。 皆さんこんにちは。ここからは OHK アナのクスクスのお時間です。今週月曜日の担当は OHK アナウンサーの森夏実です。今日も短い時間ではございますが、どうぞ最後までお付き合いください。さて、明日はバレンタインですね。イオンモール岡山でお買い物をお楽しみ中の皆さん、たくさんチョコレート、スイーツ買って帰ってくださいね。さて、今日の OHK アナのクスクスのテーマはこちらです。森アナが歌ってみた。今日は第3弾をお届けいたします。前回宇多田ヒカルさんのファーストラブをお届けしたんですが、結構好評でして、大変嬉しかったです。皆さんご覧いただきありがとうございました。今日の3回目はあの有名な演歌の曲に挑戦しました。そしてミュージックビデオ、前回に続き制作いたしました。スタッフさんと考えて、今回は前回とは少しテイストを変えて、意外なラストが待っていますので、衝撃のラスト、ぜひお見逃しのないように、曲の最後の最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは VTR どうぞ。夜行列車降りた時から
いかがだったでしょうか。第3弾は津軽海峡冬景色をお送りいたしました。普段お風呂場で熱唱することが多い曲で今回挑戦してみたんですが、最後衝撃のラストでしたよね。こちら風をどのように起こしているのか、スタッフさんがドライヤーで一生懸命私の髪に当ててくれました。波はスタッフさん、もう本当に上司2人なんですけれども2人、お二人がもう必死になって両腕しんどかったと思うんですが、波をいらしてくれました。私のわがままに付き合っていただき本当にありがとうございます。ミュージックビデオ、前回は割と真面目なテイストで作ったんですが、今回ちょっとクスクスっと笑えるようなミュージックビデオにしたいなと思いまして、話し合いながら作ってみました。今回は新たな発見といいますか、こんな風にも作れるんだなとあったので、次回第4弾もミュージックビデオどんな風に作ろうか、さらにいろんなアイデアを盛り込みながら話し合っていけたらなと思っております。第4弾も乞うご期待です。お楽しみに。この OHK アノのクスクスなんですが、 YouTube でも実は配信を行っておりまして、過去の回もすべて公式の YouTube チャンネル OHK アノのクスクスでご覧いただけます。ぜひ検索してみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。ありがとうございます。